しのぶとなるみの独舌アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが、日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。週1でサブスクリプション会員限定のエピソードが聞けるドクアメアフターアワーや、独舌コミュニティと称したオンラインサロンでは収録の様子や映像付きの独占エピソードを配信しております。オンラインサロンはドクアメ .com、 インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、ツイッターはドクアメ2018、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。はい、ではお知らせです。一つ目はアフターアワーが Apple Podcast 以外にも Google Podcast でも聞こえるようになったということで、 Apple Podcast のアプリは Apple しか使えなかったんですけど、うん、Google Podcast のアプリは Android さんの使用している方でも使えるようになりましたので、それで参加できなかったよという方は Android さんでも、うん、聞けるようになりましたので、ぜひチェックアウトしていただけたらなと思います、うん、で、加入されるとね、詳しい PDF をお送りしますので、登録の仕方など書かれた、ウェブサイトにそこまで情報がなくて不安だよっていう方も全然大丈夫ですので、うん、安心なさっていただけたらなと思います、うん、はい、で、はい、次にですね、グッズが販売されました、うん、ということで、いやー、エクサイティングじゃないですか、これ私も見てるんですけどはいはい、どこかのブティック店のような今年はどちらかのなんかとてもこう、うん、ブラック&ホワイトみたいなブティック店のような感じが、そうですね、はい、いたしますけれども、うん、ブラック&ホワイトの例で分かる人って結構少ないと思いますけどねそうか、日本にないからホールにあるね、うん、あれでもちょっと、はいはい、おばちゃん系のねブランドだけどね、ななみちゃんとかちょっと機内系だけどね、うんうん、ちょっとミセス系だから、ね、はい、ミセス系ですね、確かに、まあ、ブティックみたいなね、うん、ラインナップになっておりますからねうん、結構皆さんエクサイティングしてくれていて、今回も盛り上がってるんじゃないかなと。ちょっとね、これ、うん、じゃあ毎年言いますよねって言うけど今回は私ね一番いいラインナップだと思いますね今までの中で。いや本当に毎年こう上に上がってってるんですけど、うん、今回はねちょっとやっぱ洗練されてる気がするよ、うん、私は。でもロゴもね、イラストレーターさんに入ってもらって、ウェブデザイナーさんかな、うん、イラストレーターなんていうかわからないですけどに入ってもらって、今までにないクオリティのロゴが生まれてますからね、ドクアメ。そうなんですよ皆さん、ドクアメを噛んでいるっていうところでね、うん、去年はねアメに注力したんだけどね、今年は ねなんでこの発想に行き着いたかというと、はい、雨っていうところからちょっと外れようと思って、うん、私たちは毒舌だから、うん、毒を吐いてる、口から吐いてるってことは口かと思って、あ、へえ、唇をテーマにこうインスピレーションをもらってったらこうなったわけですよ。でそれを、はいはいはい、業者さんの人にもう少しブラッシュアップしてもらったわけよね、この雨のところとかさ、なるみちゃんの雨のデザインとかも入れてね、うん、だからね私はね非常にね毒を吐く口の中に毒雨があるっていう、非常に毒々しい非常に毒々しい、うんうんうん、非常にポップなんだけれども毒々しさが残ってる、うん、そう、うん、そしてユニセックスね、うん、そうですね、うん、最初はちょっとどうしようかなって思ったんですよ。最初雨だけのフォーカスだったんですけれども、うん、なんかあまりにもなんかジェネラルすぎて毒々しさが ね足りなかった、ただのこれ雨じゃねえかみたいなうん、うん、って感じだったんですけど、ちょっと毒々しさが足りないということで、しのさんがねまたアドして唇を出してくれたことによって、うん、よりなんかこうね毒々しさが増したんじゃないかなと。いやー、うん、これはね私となるみちゃんのアイデアのこの融合された、そして最後に最高傑作、プロが入った、うん、洗練された、うん、私はね自分で持ち上げるのもなんですけど、うん、私は本当にこう共同作品として一番いいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、確かに、うん、でもなんかこのキャピタル B の、うん、もう人気なんですけど、うん、キャピタル B のデフィネーションが書いてある、いい、うんうん、でもなんかこうビッチが書いてあるのが、うん、ありがとうございます、ビッチが書いてあるのは少し抵抗があるという方
もいらっしゃったと思うんですけど、うん、あのジェイコは普通にそれを買ってましたけどね。あ、ね、だとすると嬉しいね、うんうん、でもね言ってた、クールだなって言ってた。そうそうそう、うん、私はなんかやっぱりこうほらネイティブのね、あの、うん、バイリンガルとかネイティブのイングリッシュスピーカーの人はちょっとこの B ワードが思いっきり入ってるのは嫌かなと思って、ちょっといろいろとこう、うん、あの違うバージョンも私が、うん、それは違うバージョンの方を私が考えたんだけど、うん、でもこのエリカのお友達2人、うん、2人とも、うん、このキャピタル B のこの、あのなるみちゃんが作った辞書の訳みたいなやつと、うん、セルフメイド B、うん、この2つがすごい気に入ってた、その2人の 女の子は、うんうん、あ、じゃあこうやって書いてあるけど着る、うん、って言ったら、うん、こういう風に書いてあったら全然抵抗なく切れるって言われた、うん、そうなんですよね。なんかあまりこうビッチっていう言葉がアメリカではその、うん、いろんなものに使われてますからね、うん、友達呼ぶときもベーチとか言ったりしますからね、うんうん、そう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 、だからなんかこうそれがなんかベストフレンドみたいな意味も、うん、持ったりはしますから、ちょっと多様性、うん、ビッチほど多様性がある言葉はないってアメリカでは言われてるらしいですから、ね、やっぱ、うん、F ワードは絶対言っちゃいけないと思うんだよね。そうですね、確かに、うんうん、でも確かにビッチはいろんなところで、うん、あの使えるね、もう本当に使えますね。 Come on girl っていう時もなんか使えるしね、 girl の間にビッチを入れるとかね、うん、使えるしね。そうですね、うんうん、まあでも高度なあの単語ではあると思います。私は確かに確かに、この私も上手に使えない、今まで一回も言ったことない、うん、そうですね、私もそうなんですよ、うん、で高度な単語だからこそ、うん、ネイティブだから言える単語でもある、うん、そうそう、それはある、うん、それは、うん、私は絶対に多分これからも使えないから使わないと思う。さあ私もそう思います。でも着る分にはいいなと思って、うん、はい、うん、私も着る分にはいいかなと思って、そうそうそう、それを買いましたけど。そうですね、はい、うん、まあ楽しみですね、今年は。はい、ぜひね、盛り上がって皆さんこのウェブサイトを見ていただいて、本当にこの袖のところにロゴが入って、うん、あのこのキャッチフレーズが書いてあるものとか、うん、キャあのフレーズだけとか、うん、あとはロゴだけとかね、うんうん、そうありますか。ちなみにエリカは全種類欲しいと言いやがったし、ショーンはこの白地に、うんうん、エリカはねそう気に入ってくれて、うん、でショーンは白地に胸のところに赤いロゴがあるやつが一番いいって言ってて、で、本当ですか、うん、ジャスティンは、うん、あの彼はこういう綺麗な鮮やかな色が好きなんですよね。だから水色でキャピタル B って書いてるロゴが入ってるやつが彼は欲しいと。ほう、うん、まあ、いいですね。だから、うん、うん、まあ、いろんなね、この方のニーズに合ったものを今回はね、はい、提供したって感じですもんね。そうでございますよ。楽しみですね。はい、はい、ということで、あ、まあ、それが、これはあれ、ウェブサイトのリンクを載っけてくれるんだよね、なのじゃね。はい、概要欄に、うん、概要欄に載っけておりますので、うん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 、ぜひチェックアウトしてください。ちなみに今と録音してるのが5月の12日なんですけど、5月の12日の8時に、うん、パブリッシュされるんですよ、とか販売開始されてるので、夜の8時です、うん、なのでもうすでにこれを聞く頃には皆さんは購入できる形になっているっていう話、うん、はい、オープンしておりますので、ぜひねチェックアウトしてみていただけたらなと思います。今年はよりすぐりのデザインが待っております。はい、はい、楽しみです。楽しみですね、うん、はい、ではそれがお知らせでした。ということで、はい、つぶやきに入っていきたいと思いますが、はい、私のつぶやきは私の結婚式が終わりましたということで、はい、はい、ニューリーウェットでございまして、ニューリーウェットで、ああそうかそうか、なんで話さなかったんだろうと思ったら、なんで前回話してないんだろうと思ったら、プリレコーディングしたんですもんね。そう、うん、だから話さなかったんですよね。そう、それ日付が過ぎちゃったのもすでに。ああ、そうですよね。だから、うん、今なんで8日のポッドキャストにこのこと話してないんだろうって一瞬思いましたけど、うん、5日が忙しかったからか。そうそうそう、そうでございます、はいはい、そうでございます。ああ、そうそう、はい、まあ、結婚式挙げました。いかがでしたか、いかがでしたか。琉球王のクイーンとキングのような形で、そうですね、本当に自分は似合うから不安だったんですけど、いや何言ってんの、私絶対似合うって 100% 自信があって、私本当ですか、うんうん、私はなんかこうどうだろうなと思ったんですけど、自分で言うのもなんでしたけども、うんうん、本当沖縄の人の中の沖縄人みたいでしたよね。綺麗だったでしょ、自分でもそう思ったでしょ私いけるじゃんって思ったでしょ、あれあれでいけるじゃんって思ったというよりかは、あ、自分大丈夫だったわと思いました。いや、すごい可愛かった。よかった、見れる顔だわと思って。うん、本当ですか、うん、よかった。めちゃめちゃ可愛かった。
ちょっと安心したって感じです。なんかジェイコブにごめんなさいって言いたくなるぐらいなるみちゃん輝いてた。あ、本当ですか。でもジェイコブかわいそうだったんですよね。髪もやってもらえず。そうだよね、うん、なんかさ髪ちょっと整えて、うん、オールバックにしてもらえるのかなと思ったら、うん、そうでもなく、ただ帽子をかぶせられただけだったんですけど、うんうんうん、ね、なんかちょっとそこはね残念だったけど、うん、なんかこうなんていうのかな、こうやっぱり例えばね、あれがすごい、うん、あのウェディングドレスで、あの、うん、例えば真っ白のタッキシードとかあったらね、うん、あのジェイコブめちゃめちゃ映えると思うんだよね、うん、まあ、西洋人ですからね顔が。そうすごいなんつうの、うん、He can pull it off だと思うのよ、うん、でもあの衣装が決して合ってなかったわけじゃなくて、あの、うん、似合ってたしジェイコブ可愛かったし、ただ、うん、なるみちゃんの似合い方がスポットオンで、うん、あの本当にあの写真を見てやっとジェイコブのことをゆっくり見れるんだけど、あの、うん、あのズームで見てるときはほとんど私なるみちゃんにしか目がいかなくて、うん、まあ、バイアスかもしれないけど、うん、だからなんかジェイコブに申し訳ないと思うぐらい。でも確かに色も強かったですからね。色もオレンジって、黄色オレンジ系って結構目立つ色というか、だから余計になんかこう、うん、スポットライト当たってるかぐらい神々しくて、派手なんです。なるみちゃんがそう派手なんですよ。神々しくてね、あれジェイコブね、やっぱ頭金髪にするとか、なんかもう少しジェイコブはあの目立つことをした方が、そうですよね、うん、でも写真とか見るとね、あの全然2人同等に見えるんだけど、うん、ちょうどでも言ってました、ジェイコブなんか体がちっちゃく見える自分がよりっていう、うん、なんかこうびっくりするぐらいちっちゃく見えたっていうから、うん、うん、なんかやっぱりこの、なんだ、ね、うん、似合う似合わないはあるのかなとは思いましたね、うん、いや似合ってたよジェイコブ、似合ってたよすごく、うん、ただなるみちゃんの似合い方がすごすぎて、うん、だからあれが例えば白人のカップル同士だったら同等なのよ、うん、全然普通にこうバランスがいいのよ、うん、でもなるみちゃんはさ、うん、もう沖縄現地人の沖縄民族じゃん。確かに。もうそれはかなわないよ、あなたスポットオンだよそれは。いや別に戦ってるわけでもなんでもないですよ。ただ単にってことはこれわかります。ちょっとあの、うん、やっぱ現地人が着るフラ踊るフラダンスと現地人じゃない人が踊るフラダンスは違うみたいな感じですよね。わかります。そうですよ、うん、そりゃそうですよ。だからそれはどっちがいいどっちが悪いっていうんじゃなくて、うん、とってもね。で、うん、でも本当になるみちゃんが綺麗で、めちゃめちゃ感動しました私としては、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、だから良かったなと思いましたよ。なんか、うん、あまりウェディングドレスに思い入れがあるタイプではなかったので、そうね、あの方が全然良かった、はい、うん、うん、だから別にウェディングドレスはもう動画で何百本も来たんで、うん、いいかなと思ってて、でせっかく沖縄でやるからってことで沖縄の本当にトラディショナルなやつ、うん、起きたんで、うん、流装って言うんですけどね、流装を着たんですけど、うん、ズームしてくれたじゃん、このリモートで見る人たち、はいはいはい、あれリコーディングしてた、うん、ズームしてないです。してないか、多分残念だ、多分してなかったと思います。こう、うん、私さオンタイムで入れなかったのよズームに、うーん、前のそのなるみちゃん始まるとこのギリギリコンサルテーションが入って、それがすごい長引いちゃって、で私の中で、はいはい、あたあたしててどうしようみたいな、でも切れないじゃん自分の勝手で、うん、だからちょっと遅れて入ったんだよね、うん、で入ったらみんなこうほらジェイコブ のご家族とかお姉ちゃんとか、うん、あとお友達とか、あとほら、うん、ジェイコブがお世話になった UVH の先生とかね、うん、いらっしゃって、で、うん、見て撮る時に誰だかな、なんかこれがなんか誰だかな、友達、ジェイコブの友達のような人が、うん、なんかこれが日本式のウェディングドレスなんだって言いやがったから、はいはい、言いやがったかなって言ったから、うん、私が、うん、ああって言っときますけど、うん、これトラディショナルなジャパニーズウェディングドレスとジャパニーズタキシードじゃないのよ、これは、うん、沖縄の民族、琉球王朝 の、うん、その沖縄にあったこのロイヤルファミリーオンリーが着れる、うん、あれキングとクイーン の、うん、洋服なのって言ったら、うん、なんだジェイコブは沖縄に行ってキングになったのかと、
うん、だから私がイナウェイそうじゃないって言ったの。あ、はいはい、まあ確かにね。まあまあそういうことじゃないのみたいな。キングになったようなもんでしょうよ、沖縄に行って、うん、みたいな、うん、でそしたらなんか、じゃあジェイコブもやったもんだなみたいな、あの、うん、器が上がったなみたいな話をしてて、はい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 、で私がチク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 言う言葉がさ、すごいバイアスなわけよ。ジェイコブが、はいはい、ジェイコブ、ノノノノノノ、It's not like a Jacob did it. あ、ナルミ、ナルミ led him. ナルミ is the one leading him to be the king. なんかどこまで私バイアスなのよと思って。やっぱさ、ジェイコブサイドファミリーはさ、あの、うん、自然と、別にそれに対して私が意識的に歯向かったわけじゃなくて、やっぱり自然とジェイコブはよくやってる、ジェイコブはキングだ、ジェイコブはこうだ、こうなるわけよね。あ、まあそうですよね、うん、だって特にズームで見てる人はほぼジェイコブのファミリーでしたからね。そうそうそう、全然いいの、うん、全然いいのよ、うん、で全然それに対して私も嫌な気持ちがあったわけじゃなくて、で私も自然とナルミちゃんになるわけよ、うん、サイドがね、うん、サイドがちょっとね、うん、面白かった、それ聞いてて、うんうん、でも良かったです。なんていうか、あのズームがウォークして、あれ本当は、ね、はい、前もって兄と姉が見に行ってたんですよ、神宮に、うん、でインターネットの状況をちらーっと見に行ったらめちゃくちゃ悪くて、私たちが持っているインターネット、ソフトバンクなんですけど、でコネクションが悪いって言って、それ前日に分かって、うん、その日で、うん、あの Wi-Fi レンタルに行ったんですよ、うん、うん、でその Wi-Fi が、あのソフトバンクのあれ Wi-Fi ではなくて、違うところのセルラーの、ね、はい、うん、Wi-Fi だったんで、うん、結構スムーズにあれものが進んだんですけど、うんうんうん、あれがなかったら多分あのずっと止まってたと思います。あ、よかったよかった。じゃあ何にも、うん、あの何にも抵抗なく、何の、うん、あの何トラブルもなく見れました、はい、うん、なのですごくあのよかったなと思いました。もしね、あの、うん、どこかであの結婚式をするって言って、うん、見せてあげられないっていう人は結構このズームなんていうんですか、うん、ライブっていうんですか、うん、結構あの、あ、楽しんでいただけましたよって言って。確かに。でもなんかただね、ピンにすればよかったね。あ、ピンできてまかったでしたか。うん、みんながいる中の一つの小窓だったんだから。あ、あれって自分でピンできないんですね。自分できないのかな、私もどうやってるかは自分で分からなかった、うん、あ、できなかった。自分でなるみちゃんたちの画面をピンにするってことか。ピンできたのか、はい、できない、できたのか、できたのかな。あ、でも分かんないですね、すいません、うん、それもう本当にその日の朝にちょっと私切れまして、うん、なんでいや、なんか普通にスムーズにいくかなと思ったら、うん、まずは2つケーブルを忘れちゃって、このズームにするため、うん、ジェイコブも取ってきてくれっていう話をしたしてる時に、うん、超忙しい、朝8時入りだったんですよ、うん、でそれで全部準備しようって、私しかズームのこのライブをできるやつがいなかったんで、うんうん、私全部準備もしないときに私が担当しないといけないじゃないですか、うん、それテンパってるのに、うん、いきなりあの神宮の方にはライブするっていうことも伝えてあったんですよ、動画を撮るくても OK か、うん、OK だっ て, 言ってで分かったって言って全部取り付けてるのに、あの私のメイクとかこの着物を着て写真を撮る担当のがいるんですけど、うん、その人があのできないって言うんですよ、動画を撮るのが、動画を撮るのが、うん、で誰がこの世でウェディングを撮れないっていう会社があるんだ、だからがあるのかと、いるんだと、そうそう、うん、なんで準備してるところ、うん、そう、いるんだと、うん、えって思って、いや、うん、この世で今の時代スマホもあるのに、うん、動画を準備してるとこ撮れませんってどういうことですか、うんうん、って聞いたんですよ、言ってやった、うんうん、言ってやった、それがもうちょっと私がさ、うん、このテンパってるプラスそういうこといきなり当日の朝に言われるんであ、もうタイガーがガオーってもうシーサーが、ね、そうそうそう、うん、もうどんどんボルテージが上がってきてしまって自分でも止められないぐらいにめっちゃブチ切れたんですよ私。それブチ切れるわ、なんでって言った、うん、と、そうそう、それでできないってどういうことですか、うん、結婚式ですよね、うんうん、結婚式で動画撮れないって、うん、え、何を言ってるんですか、うんうんうん、って聞いたんですよ。それじゃあなんか、うんうんうん、あの写真館だったんで他の人の写真が入っちゃうからなんとかなんとかって言うんですよ、うん、だから、いやいや消しますからと、うん、そうそう、それは完全に消して、はい、あのリスペクトしますから、うん、あの大丈夫ですよねって言ったら、うん、やっぱダメだダメだダメだちょっとだったとか言い始めて、 Can I talk to your manager please? そうそうそう、どん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 切れちゃって、いや切れる切れる、
それよく話を聞いてみると、ただこの彼らが撮っている、彼らが写真を撮る瞬間に撮っちゃダメだったらしいですよ。もうはっきり言えよ、そういうところ。そうなんですよ、そうなんですよ、まさにその通りで、そうやって言ってくれれば私も、うん、そそうだね、あ、そうですよね、と当たり前、うん、それにお金を払ってるからこっちも、うん、それはじゃあその時は取らないようにしますって終わればいいのに、うんうん、それ向こうが悪い、向こうがね、ですか、説明やっぱり、あの説明が悪い。そうですよね、結婚式をする人だって分かってるんだから、うん、それ取りたいですよねって話じゃん、うん、ただここだけは取らないでくださいねっていうだけの話じゃん。そうなんですよ、そうなんですよ、まさにその通りで、だからなんかそれが今までね、多分私しかいなかったのか分からないですよ、分からないですけど。そんなことないと思うよ。でもだなんかこうで前もってなんとかなんとか言ってくれればって、いやいや、うん、でも結婚式で撮らないやつってこの世にいるんですかみたいな感じの私の態度だったん で、うん、でそしたらジェイコブが、うん、そしたらジェイコブがあの話終わった時にええって言って、うん、What's your tone? It's too harsh って言ってNo. そうそうそう、私は Don't tell me! No.そうそう、It's my wedding. I will do whatever I wanna do. って言われて、本当に。I'm paying for the services. Then why I cannot do whatever I wanna do? って言って。本当その通り。あのですね、あの、Enough is enough, Jacob. って言って。Nonsense is nonsense in the entire world.っていう話をしてもめちゃくちゃぶち切れてた私がね、うん、そしたらまあこのジェイコブに諭されて、で、うん、このあその人が言いたかったらこういうことだったんだっていうのは分かって、うん、後からまあ普通にできたんですけど、うんうんうん、でもまあその時はまあマジで切れました、ね、うん、なるよなる、うん、でもそれはそっちが悪いな、ちょっと説明不足だな、とっても、はい、うん、裏エピソードがありました、うん、そういう、うん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 、まさかね、そういうことが、うん、神宮で OK でここでダメな理由は何だと思うんだ。ないよね、絶対にないよね、それは、うんうん、っていう話でした。いや、なるほどね。でもやってよかったなと思いましたよ。そうだよね、絶対そうだよね、やっぱおじいちゃんに見せてあげられてよかったなとか、うん、いや、それは間違いないよ、うん、おじいちゃんも絶対喜んだと思うな。うん、だセンチメンタルに全然ならなかったんですよね、あまりにもこの衣装が衣装すぎて、忙しすぎてもだし、なんかアメリカのウェディングってなんか泣かせるウェディングじゃないですか。いや、あれね、あのね、私思うんだけどね、花嫁ってなかなか泣けないと思うんだよね、はい、あの花の子さんの方が泣くじゃん、すごい、どっちかっていうと泣けます、泣けます、確かに、うん、多分花婿の方が、うん、あんまり関わってないから泣けると思うんだよね。心に余裕があるんですよね、あれね、本当にね、うん、花嫁って、まあ、特に日本はいろんなことやってくれるから泣けるかもしれないけど、うん、はいはい、アメリカって、うん、まあ、なるみちゃんも今回そうだけど全部自分がやんなきゃいけないんだよね、うん、そうなんですよ、結構、うん、だから次はあれだあれだあれだっていろいろ考えながらやってっから全然泣けなくて、うん、私、うんうん、同じでした私も。でもアンディと私の大親友の小林美也っていう東京からあの千葉から来た女子、はいはい、うん、女子がおえつして泣いてました。うっつって泣いてました。私全然泣けなかった。ね、そういうね、分かります分かります、うん。気遣いすぎてね、なんかこう。そうそうそう、だってギリ。あの着物着た瞬間にパソコンこうやっていじってましたからね、カメラこうやってやりながらパソコンいじりながらライブストリームできるかなとか言って。そうだよ、ね、異様な感じでじわじわ来るわけで、うん、はい、でもなんかね、アイルを歩いたりとか手紙を読んだりとかでなかったんで、うん、私たち、あ、私も手紙はなかったな、うん、はい、なんか指輪入れようとしたらなんかちょっと肉に詰まって入らなかったりという印象もありましたけどなんか肉に詰まってんなと思いながらむくんじゃったんだ、むくんじゃってジェイコブが一生懸命こうやってやってるんですむくんじゃったよね、うん、あるあるだね、うん、それはね、はい、うんうん、っていうのがありましたね。そういうのがまあちょこちょこありましたけど、でもなんかそれもあっさりしてよかったなと思いました。私結構精神メタルになるのちょっと苦手な方なんで、うんうんうん、なんで苦手なんだろうね、わかんないですね、なんででしょうね。あんまり確かにこう喜怒哀楽を思いっきり見せる方ではないよね、じゃあね、そうですね、笑いとかはありますけど、うん、なんかあんまりそれ以外の感情は出すの苦手なんですよね、うん、そうだね、喜ぶと笑いはあるね、うん、あります、あります、でも度と愛がないね、度と愛がない、うん、うん、
あのドありましたね。喜怒哀楽のドと愛が、まあドはちょっとだけでもすごいレアだよね。レアですね。私あんまりこう動画出る時はないですけど、うんうん、なんかその時は出ましたね、タイガーがドドーっとね、ドドドドドドーっと出たね、思いっきりね、うん、もうシーサーが後ろからグワー来たね、こうね、うん、抑えられないぐらいのシーサーが出てきました。2つぐらいで、ね、こうやってね、2つぐらいで、ね、2頭の頭を持ったシーサーがグワーってきたよ。自分で抑えなきゃなと思うんですけど、出た瞬間、うん、出てしまうとちょっと本当に相手が引くぐらい怒るんですよね。あるある。でもそういう人が一番怖いんだよ、やっぱり。怖いらしい、本当に。うん、すごいわかると思う、それ。はい、でした。すいません、ちょっと長引いちゃって。はい、とんでもございません。まあ、のんびりとした、うん、あっさりしたウェディングになりました。うん。うん、でも、とっても良かったと思います。ね、うん、やれて良かったです、本当に。うん、本当ですね、うん。で、今ちょっと編集してるんですけど、うん、このウェディングの動画を。そのウェディングのところだけなんか歌に迷ってて、それをジェイコブに、あの、A Thousand Years って分かります？あ、分かる。Waiting for you, darling, don't be afraid. あれにしたいって言ったら、あ、そうそうそう。そしたらジェイコブが絶対嫌だって言うんですよ。なんでよ。で、あれやられたら絶対泣けると思うんですけど、うん、見てる人は。でもジェイコブなんか、うん、ちょっとあまりにも、なんていうんですか、ね、ティピカルすぎて嫌だ。それはね、As corny as hell の方がいいよ。そうですよね。私もそう思うんですよ。うんうん、皆さん、私は今何言ったかわからないと思うんだけど。コーニーアズヘルって？あの、なんていうのそれ、なんて言ったらいいの、うん、あの、なんていうの、この、ちょっとこれ、あの、例えばほら、やりすぎじゃねって思うぐらいがいいってことですよね。そう、うん、やりすぎ。って臭すぎじゃねってぐらい。あ、臭すぎだ。そうそうそう、うん、臭すぎだ、うん。例えばこの、ラブシーンでね、例えば誰かが抱き合うようなラブシーンで、うん、あの、抱き合うとか再会するようなラブシーンでね、あの、うん、思いっきりこのホイットニー・ヒューストン の、 あの I will always love you とか流すとかね、やりすぎでしょこれ、普通のただの再会だから、うん、みたいな、うん、でもそれぐらいにやりすぎた方がいいのよ、結婚式は。確かに確かに、うん、だから思ってるんですけど、だからあのコリアンドラマみたいな感じで、コリアンドラマみたいな感じで、そう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 、うん、やっちゃいなやっちゃいな、うんうん、それでいいと思う、それでいいと思う。はい、じゃあちょっとそれでいきたいと思います。え、それは何、そのバックグラウンドミュージックとしてそれを入れるってこと？サウザンで。そうです、そうです、まさにそう、うん、その通りですね。ただなんか音が決まらなくて、ね、うん、最初はなんか説明してて、いくらかかったとかとか全部説明してて、うんうん、次もしかしたら安いウェディングしたい人がいたら参考になるようにって最初は全部説明なんですけど、うん、動画の話、あ、動画らしいですよ。コンセプトの話ね。うんうんうん、そうです。最初そうなんですけど、このウェディング始まりましたの音をどうしようかずっと悩んでて、それで進まないんですけど。でも多分。しちゃいなよ。タウザンイヤード泣けるなと思ったんで、いや絶対合うって、私はそれを強くリクエストいたします、うん、じゃあシュノさんに言われたからやったって言いますよ、はい、そうしてください、押し切ったって、はい、うん、私がそれをしようと命令しました、はい、押してください、はい、そうします、あとのクレームは全部私は引き受けます。わかりました。はい、でした、すいません、はい、シュノさん、あの、はい、面白いポッドキャスト見つ、そうなんですよ。私ちょっとサクッとね、あの短く、うん、あの長くなっちゃったので、あのなるみちゃんの先週言ったポッドキャスト、いまだに私名前忘れたんだけど、なんだっけ、待ってください。ボス違う。デイリーオブ CEO だったと思うんで、DO、うん、DO なんとかだったよね。そうですね。でもそれを、ね、メモ書くんだけど。DOAC だ。DOAC。DOAC か。メモ書くんだけどさ。デイリーオブ ACEO だ。うん、DOAC、 そう、うん、それを聞いてみようと思ってあの探してた時に、うん、バッて出てきた、ブラウジングに出てきた瞬間に私はもうクリックしたんだけど、そのポッドキャストの名前が、うん、The Puberty っていうポッドキャストで、うん、The Puberty Podcast ってことで、要は Puberty って青春、うん、その思春期ね、で春期、うん、2人の40代ぐらいのお母さん2人がいて、でそのうちの1人が多分インスタグラムであの40代のお母さんを面白おかしくパロってるあのリールを出してる人なの、一人の人が、うん、で顔を認識したのと、その名前、うん、The Puberty っていうのにもうロックオンしてて速攻聞いたんだけど、あの、はいはい、全部ってまだ全部聞き終わってないけどね、私12、3話バババババって聞いたのかな、
って、うんうん、どれもこれも私ももうなんかもう本当頭がもう首が折れるぐらいにこう、うん、うーんって思うことばっかりで、要は青春、うん、思春期の子供を持つお母さんの悩みとか共感とか、はい、あのエピソードなんだよね、うん、で子供との喧嘩とかあの、うん、やっぱ思春期イコール子供って嘘つくから基本的に、はい、でその嘘について嘘をどう暴き、うん、そしてそれをいかようにあの子供を、うん、まあ子供にも嘘をつく、まあ、全ての嘘が悪いわけじゃないと、まあ、ね、確かに人間嘘つくものだから、うん、ね、ホワイトライン、ホワイトライツもあるから、うん、だから全部が全部嘘をついて、うん、How dare you my child I told you not to do it みたいな感じであの、はいはい、叩いてはいけないと、うん、でなんかそんなようなこともそっかそっかって私も思うことだし、あといろんななんかこの失敗したエピソード、うんうん、とかもすごい面白くて、であの一個だけちょっとこう私が聞いて頭に残ってるエピソードであのシェアするのが、その嘘をついて つきまくるよね、うん、思春期っての子供ってみたいなエピソードの時に、うん、じゃあどうやって対処したみたいな感じで、うん、話してて2人がでそこで、まあ、帰ってきたと息子がね、うん、で12時あ11時までに帰ってこいっつったのに2時間遅れて帰ってきたと、で11時までに帰れないんだったらテキストをしろって言った息子がテキストもない、うん、ね、で、うん、2時間過ぎて1時に帰ってきた、うん、でお母さんリビングルームでコーヒー飲んでます、怖い、その手ね、その手ね、うん、しかも、はいはい、お母さん全部のライトではなくて1個だけ自分の椅子の横にあるスポットライトだけオンした状態で待ってらっしゃる状態、うん、怖い怖い、うん、で息子帰ってきました、うん、ちょっとこう酔っ払ってはいないけど、うん、少しこう遊びすぎてこう疲れてる感じ、はいはいはい、はい、で、うん、そこであのお母さんのところに来た息子に果たしてこのお母さんは何て言ったでしょうって、うん、私はその時だったら多分私は何時だと思ってるなーなると思う、私も、うん、私もそう、テキストしろって言っただろうってなるわけよ、うん、違うのよそのお母さん、そのお母さん何て言ったんですか、 We're gonna talk in the morning だけ、怖い、あ 朝話しましょう、朝お話ししましょう、うん、しかも OK You home safely、うん、We're gonna talk about this tomorrow morning っていうだけ言って明日話すと、うん、でそれでやっぱ息子に考えさせる時間を設けたと、人は、oh, interesting. で、うん、朝お母さん起きてきました、あ息子起きてきました、うん、特に息子を、うん、起きなさいとも言わない、はい、どこまでも眠ったらいいと、うんね、夜遊んだからたくさん、うん、で起きるのが遅くなればなるほど息子の罪悪感もっと上がるわけよ、確かに確かにお母さんと朝喋るって言ったのにみたいなさ、まあそれはどうでもいいと、で、うん、お母さんまたあの台所にいます、息子来ました、うん、お昼ちょっと前ぐらいに、はい、11時半とかに、でお母さん普通なわけ、その普通が怖いの、うん、すごく確かにね、うん、普通で一番怖いですからね、何食べる、ベーコンエッグどっちが、何食べるみたいな、普通にサーブしてご飯食べてるとこぐらいにお母さんがコーヒー持ってきて座って、そう、うん、何か言うことあるって聞いて、うん、息子がこうお母さんに言ってくると、でそこできっと、うん、言ってくる内容は全部嘘だと、うん、きっとね、うん、車が壊れたとか、これが起きてさ、この子がこう電話してさ、うん、でね、うん、I thought I was gonna come home で、ね、my friend told me to go get the stuff he left so I have to go back って言うわけじゃん、うんうん、ね、そういうのも全部嘘ってお母さん分かってるみたいな感じ、はいはい、うん、でもなんかそれを結局は聞いて、うん、でお母さんがあのどうであれどうであれ、うん、あなたがいけなかったことはお母さんに一回もテキストをしなかったことだと、うん、遅れたのが云々ではなくて、うん、なぜ一つのテキスト1秒で終わるテキストをやらなかったのかと、うんうん、それは母親に対してディスリスペクトだと、確かに、あなたのことをここまで心配してる人がいることに対して感謝の気持ちが足りてないと、その通りだ、うん、って言うともう息子は I am so sorry と言えないんだよね、確かに、なんでこうなの、どうしてこうなの、なんでそんな嘘ばっか並べるの、本当にそうなのとか言うんじゃなくて、うん、もうその息子のそういうなんかこう自分をこう
猫かぶる許して僕ってダメな子だよねってダメな子っていうかお母さんのことを失望させたくないからこそ言い訳に言い訳を塗り尽くすんだけどでも結局は、うん、結局は全部剥がされて真ん中の心臓を一突きで刺されるみたいなね、うん、確かにだったら最初から刺されとけよみたいなね、うんうん、確かに謝っとけよって感じですよね確かにそろそろ、うん、そんなの話をするのですっごく面白くてあ、うん、だピュービリーポッドキャストね、うん、めっちゃリレータブルだと思って、うんうん、でも結構いいことをあの話すのよやっぱりこうじゃないといけないよね、うん、とか子供、うん、子供のことも尊重した上で喋んなきゃいけないよねとかさ、うん、いろいろこう上から目線だけの母親としての上から目線だけじゃなくて本当にこう、うん、いい関係を子供と作っていくこととでもこれはもういい関係とかうんぬん関係なくもうリスペクトだよねとか、うんなんかそういうのがすごくいいバランスでしゃべってて女の人が、うん、でたまにこうゲストなんかも来てでなんか、うん、あのとっても私はもうなんかいいチャンネルに出会っちゃって全然なるみちゃん、うん、なるみちゃんが言われたポッドキャストの題名もすっとっちゃってもうそこで、うんうん、なので、ね、でもよかったですねいいポッドキャストに出会えてそうなのよぜひね、うん、あの英語が少しでもすっごい聞きやすい英語だからきっちりとした白人の英語で、うん、であの思春期のお子様を持っていらっしゃるあの特にアメリカでね子育てをしている思春期の子供を持っていらっしゃるお母様、うん、お父様にはぜひねこの The Puberty Podcast っていうのを、うん、あの聞いていただきたい全てがリライタブル、うん、しかもねもっと面白いのがこれだけちょっと言わせてね、うん、この2人その思春期の子供を持ったから持った母親だからこそ分かるあこういうのを欲しかったじゃんっていう商品を販売しててほうそれがさ面白かったんだよね、うん、私まだ見てないんだけど、うんうん、なんかねヌーンブラっていうのかなヌーンブラっていうのかな多分なんかね要はほら女の子って思春期になると胸が出てくるでしょ胸が乳房が発達してくるじゃん、はいはい、自分、うん、私たちもこの覚えがあると思うんだけどその発達時期ってすっごい敏感だからそうね、ちょっとこう当たると痛いんだよねすごく痛いですね確かに痛いのと、うん、センシティブだからちょっとこう、うん、乳首もセンシティブだしその発達しきるまでの乳房って結構センシティブで痛いわけよでも確かにそれをしっかりとカバーするだから発達してきたばかりだからこうちゃんと乳房をカバーするガチガチのブラジャーはちょっと着慣れなくて着づらいのよ確かにやっぱりその12歳とかさ11歳の男、うん、女の子はだうん、でもワイヤーとかが入ってないとしっかりこうプロテクションされるものがついてなくて、うん、やっぱちょっとまだ痛いわけよね。でその真ん中を取るブラジャーを発売してるのよ。へーだしっかりとフィットするカバーもされる、うん、でも、うん、ものすごく着心地がいいから、うん、あの着やすいそのティーンの子がプリティーンの子がね、うんなんかそういう、うん、こういうのがあればよかったよねって思春期のお母さんが思う下着とか、うん、男の子の下着もそう女の子のブラジャーもそう、うん、発売しちゃってるの自分で考えて面白いちょっとこれ面白すぎると思って、うん、ちょっとそのなんとかブラっていうのをこれから見ようと思ってまだ見てないんだけどほいほいっていうかもういないからね買う必要ないんだけどまあそうですね確かにウーンブラブラどういうスペルか分かんないけど、うん、うんうんなので、ね、ぜひ、ねえー、聞いてみてくださいぜひぜひ、はい、お子さんを持てる方、うんうん、ぜひ聞いてみてくださいこれから思春期の子を迎える方ぜひ、はいはい、ご覧ください、うん、面白いですありがとうございました、はい、すいませんもうなんか40分になっちゃった本当ね本当ね、うん、なんかこう結構トピックを話すにはちょっと短い時間になるのかなと思いますけどね、うん、そうね10分でキュッて終わりますかねいや終わらないでしょ今回のトピックそうですね、うん、今回本当は母の日が近いということで、うん、こう母の日が近いというか母の日だったのかな母の日が終わった後だねうんなのでこのなんか母とはっていうことについてちょっと深掘りしていこうかなと思ったんですけど、うん、それは次回だね次回ですね、うん、でも今回の母とははちょっとなんかこう毒親って結構スレスレじゃねっていう話だったんですよ ね, そうね普通の親と毒親って、ねまあ、いいお母さん、まあ、いいお母さんというか、うんまあ、普通のお母さんと、
まあ、いわゆる 毒親と言われるお母さん、呼ばれるお母さんで、紙一重だよねっていうとこだよね、うん、っていう話をしたかったんですけど、多分この話だと結構時間が厳しいということで、うん、これ次回ですか、あのその次回に、はい、で前回話してこの辺のトピックがいいんじゃないかって言ったあのウェディングのギフトについてちょっと触れますかね、うん、そうね、それはいけるね、うんうん、そうですね、ちなみに私はウェディングギフトをあれにしたんですよね、あの無印の、あ違うの、ハネムーンのファンディングじゃなくて、あ違います、すいません、あのウェディングのギフトってあの日本だとお返しになるんですよね、わかります、あのお金をもらうじゃないですか日本って、うん、だ普通アメリカだとウェディングギフトであげるものじゃないですか、このウェディング、うん、結婚する人に、うん、でも日本ってお金をあげるから私たちがプレゼントをあげないといけないんですよ、ね、お金をもらうからね、なるみちゃんたちもらうから、はい、お祝儀、ね、お金をもらう、お祝儀を返さないといけないんですけど、そのお祝儀が、うん、なバームクーヘンと、バームクーヘンはなんか定番なんだそうです、うん、結婚式には、うんうんうん、知ってました、知らなかったです、うん、なんか年輪のように年を重ねるというなんか縁起がいい意味があるらしい、木のようにね、うん、うん、あのレイヤーを重ねていこうみたいなの意味があるらしくて、バームクーヘンと、うん、あとあのなんか皿とかもらってもなって思ったんですよ、うんうん、皿とかもらっても皿ってなんか年取るごとにもらうじゃないですか、うん、結婚式でちょっと多いね、うん、多いですよね、だからなんかもらってもなって思って、でもなんか消耗品も良くないって言われたんですよ母に、うん、なくなっちゃうのもなんかあまり良くないって言うから、縁起がね、うん、うん、だから私は無印のオイルディフューザーにしたんですけど、あいいんじゃないの、うん、で、うん、匂いだったら好きなように誰もがアレンジできるかなと思って、うん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 、うん、でもなんか日本はそういう感じです、だからあげるというお返しするためにギフトがあるって感じ、そう、ね、でもアメリカはプレゼントするためにギフトがありますからね、うん、このブライズに対してプレゼントもらう、うん、もらう、うん、まずお返しはないもんね、お返しないですよねアメリカね、うん、ちょっとあの、ちょっとした心遣いというかね、少しこうちょっと可愛らしくキャンディーにしたようなやつとかはあるけど、うんうん、あと要は人によってはキャンディーバーを用意してそこで勝手に自分でキャンディー買いつまんであの袋に入れて持って帰ってみたいなところもあるし、でもあまさにその通り、日本で言うようなそのお返しっていうのは一切ないね、うん、うんうん、でもアナの時もそうでした、なんか名前が書いてあるなんかナプキンみたいなのがあったりとか、いつ使えばいいんだろうと思いながらその名前があるナプキンなんてね、そうと思いましたけど、うん、結構 こだわる人はこだわりますからねそこら辺、うん、確かに確かにね、うん、でちなみに西野さんが見つけてきてくれた人気お祝儀結婚祝いトップ10、これはなんか見つけてきてくれました、日本、うん、そう、あの日本のね、日本で結婚した人たちがこれが欲しいなって、うん、あの思うあの人気商品、あこれ欲しいなんの、はい、あ日本もらいたいなっていう商品なんですね、これあげたいなじゃなくてあげるっていうか人気の結婚したカップルに送る人気のギフトのランキングがこれで、であともう一個はアメリカの結婚式にアメリカ、うんうん、で結婚するカップルに送るのに人気なギフトが結構全然違うんだよね、うん、はいはい、で日本の1位は食器らしいんだよね、ハイセンスな食器、食器が欲しいんだねみんな、うん、そう、ティファニーのマグ、うん、まあそれは1位食器の部類だよね、うんうん、3万円、あ、まあまあ、もらう側か、そうか、もらう側としては3万円はありえるのか、うん、そう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 、それはありえるよね、うん、うん、だから食器でしょ、1位が食器、2位が目音箸、うん、お箸、これタカちゃんさんにもらったんです、篠さんのいとこさんにもらったんですけど、うんうん、目音箸意外に嬉しい、いやこれは嬉しいよ、うん、ずっと使うし、そうなんですよ、高級なものであればあるほど長く使えるじゃないですか、お箸なんて、だからなんか100均のしか買わないから、うん、高級お箸っていうのは結構嬉しいもんだなと、うん、今でも使っております、ずっと使えるしね、はい、うんうん、で3位がバスタオル、バスタオルも本当にいいものもらうと毎日使うからね、うん、気持ちがいいのよ、うん、バスタオルね、ここチープにしちゃいけないの、バスタオルはめっちゃいいバスタオルじゃないとダメだと思います、うん、私もそう思います、
それをずっと使う方が全然いい。そうそうそう、ホテルのね、うん、あの、うん、ふわっと気持ちが、その通りでございます、その通りでございます。やっぱそれで人生変わりますかね。変わります。ジェイコブのおかんに言いましたけど、うん、非常に変わる。ジェイコブの家にあるバスタオル、あまりにも気持ちよせすぎて、うん、な本当になんか毎回なんかこうなんていうんですか、うん、絹に包まれたような気持ちになりますから、ね、そうでしょ。だからさ、うん、私結構タオルフェチなのよね。うん、なんせて枕にもタオル引くから必ず私。あ、そうなんですか。うんうん、枕にこう手拭いのタオルを引くんですよ。一番ふわふわしてる、一番こう弾力性のある、うん、なぜそうするかわからないんだけど、多分ね、これね、昔から、うん、おばあちゃんもうちの母親も、うん、枕に必ず手拭いを巻いてたのよ、うちの家族。そういう風習があるんだ。なんでかわからないんだけど、うんうんうん、ちょっとなんつうのかな、安い枕だったんだよね。ちょっとこうなんつうの、はいはい、中にお茶柄が入ってるような枕、わかる？あ、なんかあの、わかりますよ。そば粉みたいな入ってるやつ、あれ、ジャラジャラで言うやつ。あの、わかります。スポンジじゃなかったんですよ、うち。あの、その羽毛とかじゃなかったの。はいはい。だから多分こう柔らかくしようと思ってタオルを巻いたのかもしれないんだけど、タオルがずっと巻かれてたわけ。だからなんとなくこの、うん、ほっぺとかに触れるタオルの感覚がどうしてもこう好きで、で、うんうんうん、そこの、ま、枕に巻くタオルだけは一番いいものを使ってるんだけど、で、うん、バスタオルもそういう風に変えてったわけよ、もっといいもの、はいはい、で、うん、最近去年のクリスマスのギフトで、うん、オリビアがタオルウォーマーをくれたの。おお、いいですね。こんな壺みたいな、うん、本当こんな、ね、私の下半身ぐらいある壺、うん、みたいなで、うん、3個くらいバスタオル入るんだけど、要は自分がシャワーとかお風呂入る前に温めといて、うん、そこにタオルをポンって入れとくわけよ、うん、乾いたタオルをね、うん、乾いたタオルだよ、濡れたタオルじゃないよ、うん、乾いたタオルを入れてシャワー浴びて、そしたら臭くなるだけですからね。半乾きで臭いだけですからね。確かに。そうだから私ね、タオルウォーマーやってきた瞬間に最初はちょっと乾かすのかなと思ったの、はいはい、ちょっと濡れたタオルを乾かしてるのかなと思ったら違くて、うんうん、よくほらスパとかさ、上品なところに行くとおしぼりみたいなもんだよね。おしぼりって言ってるか、はいはい、あ、後からもあります、うん、はあるよね。そうそうそう、ほかほかがあります、はい、うん、そうだからこうシャワーとかお風呂入った後にこう、うん、そのタオルウォーマーの壺を開けてこう、うん、あったかい、こうふわーってなってるわけよ、あったかいから、はいはい、うん、そもそもふわふわ、ほかほかでね、そう、そもそもふわふわなのに、うん、そこに入れることでもっとふわふわになるわけよ、うん、もうね、本当にね、一日の疲れが取れるよ、それで一気に。わかります。気持ちいいと思って。うん、そう。うん、タオルでここまで引っ張れるか、私たちっていうね。そうなんですよね。だから私、結構あの、タオルって、小さい頃からなんか使ってたタオルは、家にあったタオルはなんかあの、本当に結婚式とかのなんかお返しみたいなの、あ、わかるわかる。すっげー薄いやつあるじゃないですか。うんうんうん、で、なんか、ね、あるある。朝日新聞が4枚ある。慰霊産業とかね、うん、なんかいろんなの書かれて、そうそうそう、あるある、これで、うん、これで拭けるんかって思うようなので拭いてきたんで、うん、もうすっぺらいやつね、うん、そう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 、うん、なんかトイレットペーパーみたいな薄いやつで拭いてきたじゃないですか。だからちょっと多分タオル難民なんでしょうね、私たちね。あるかもしんない、あるかもしんない、うん、タオルでちょっとなんか寂しい思いしてきて、ひもじい思いしてきたから、あるかもしれない、あるかもしれない、うん、タオルにクオリティオブライフを求めすぎてるかもしれない。でも本当にタオルは意外と投資する先の商品ではあるよね、うんうん、確かに私もそう思います、うん、意外に軽視されるがちだけど、タオルってね、そうなんですよ、うん、とか思いますけど、いいタオルに出会ったんで、確かに、いいタオルやってごらんって、人生変わるよって。皆さんぜひいいタオルで人生変わってください。クオリティオブライフを上げてください。タオルだけで10分話しました、私。いや、かなりいきました、タオルだけでね。うん、ちょっと今度タオル、どこが一番いいタオルを作るかってところでちょっとやってみようかね。あの、確かにね、あのこう特集してみようかね。まあそれがね、うん、日本で人気のこの結婚したばかりのカップルに贈るギフト、うん、1位食器、ね、2位目を飛ばし、3位 バスタオルなわけじゃないですか。意外にちょっと20位、ちょっとすいません、いいですか、パジャマなんですよ。20位なの、パジャマ。パジャマでもね、パジャマってめっちゃいい、パジャマめっちゃいいですよね。わかります。めっちゃいいパジャマ、もうタオルレベルでいいですよね。わかります。どういう、もらって嬉しい。どういうパジャマがお好きなの、なるみちゃんは。いや、なんかもうほんと柔らかくて通気性のいい、うん、
なんかパジャマって一番お金かけないところじゃないですか。そうね、確かに。でも一番結構大事なところだよね、うん、そうなんですよ。パジャマがすごい重要なところだと思うんです、私的には。だから確かに、いいパジャマをあげるとかもらうとかっていうのは、うん、意外にね、あの見落としすぎ、見落としてる部分、うん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 、それあると思う、あると思う、うん、やっぱりいつものこの、あの私だったらこの子供の昔のサマーキャンプの T シャツに下は普通の、うん、子供のお下がりのパジャマみたいなのあってからね、うん、いつもね。なります、なります。あんなんではなくてって感じだね。なくて、うん、ちゃんとしたペアのセットのパジャマとかもらえると、うん、私はなんかうん、うん、嬉しい。わかるな、わかるな、欲しいね。そうやって考えたら私すっげえいいパジャマって今まで一回たりとも持ってないと思う。いつもなんかですよね、いつも、うん、コットン、コットンって感じ。しかも結構こう、コット、結構こう老化したコットンが多いね。老化したコットンが多い。老化したコットンか、うん、コットンも年取っていくんだ。そう、コットンも年取ったコットンか、あとあの漂白剤がついたコットンが多いね。あとはあれですかね、色落ちちゃったみたいな、引き伸ばされたエラスティンとか。あ、そうね、それもある、それもある、うんうんうん、それもね結構強いかもしれない。でもなんか確かに新しくしっかりとパジャマ買ってみようかなって今思ったよ、うん、ちょっとですよね、うん、私もね、あのパジャマって意外にね見えてないところなんですけどね、うん、重要だと思いますね、うん、はい、重要だね、うん、なんかよくわからない、ピクニックセットもらうよりかは全然パジャマもらった方が嬉しい。いや、そのギンガムチェックでしょう、ピクニックセットの。あれはね、嬉しいようで使えないんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、そんなギンガムセットでいかない、ビニール。いや、あなたそのギンガムチェックのセット使うなんて本当に多分独身ぐらいじゃない。本当にもう大学生とかね、可愛らしい女子が使うような感じよね。そう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 、あなたも一番いいのはあれよ、アイケアのバッグよ。イケアの1ドルのバッグある、でっかいナイロン。あ、はい、あ、ナイロンね、すっごい入るから。うん、今アメリカの見てるんですけど、このブライズっていう白さんが送ってくれた、何ももらって嬉しいやつあんまないですよ。なんで嬉しいじゃん。だからたださ、やっぱさ、カスタマイズが多いね、うん、こうアメリカはさ、うん、こう名前入りの、あの名前の家紋のような、なんかこう名前の最初のアルファベット、シキアだったら S みたいな、うん、がこう刻印された、うん、この、うん、刻印されたこの、あのまな板とか、あの、はいはいはい、それがこう刻印されたこのフロアマットとか、うん、ミスター&ミセスって書いてある、あの何かこうラグとかね、なんかやっぱりこう、はいはい、メモリ、こうなんだろう、そうですね、カスタマイズされた記憶に戻る、ね、観点がさ、こう、うん、もらって嬉しいってよりかは、うん、こう結婚したぜ私たちっていうのを、うん、こう強く感じる、あのプレゼントが多い、グッズが多いね、うん、ミスター&ミセスとかね、うん、なんかこうピローカバー、枕のカバーがミスター&ミセスとかさ、あ、そう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 、やっぱ多いね、とっても。でもやっぱピクニックバスケット入ってるよ、ここにも。だからそれで行ったんですよ。だからいらねえなと思ったって、うん、だからよくわかるのありますよこれ。民家テクストポットって何のことを言ってるのこれ。あ、プラントプラントを入れるなんかポット、なんかそんなに特別なものがあるんですかそれは。うん、あんまですね、あんまなんですよ。でもこのさ、本は面白くない。 Do one things every day together a journal for two っていう、なんか本これ、うん、絶対日々のあれにあれでできなくなりますよ、忙しすぎて。日々が忙しすぎて。確かにね、うん、確かにね、うん、まあでも、なんていうの、その思い出を残すっていう意味では、あの、うん、アメリカはそれ系の商品を作るのは上手だなと思うけどね。あ、そうですね、確かに、うんうん、ワイングラスに名前が、なるみちゃん
とさジェイコブが持ってたさあの絵とかすごい好きだよ、うん、出会った日の星座表とかさあはいはいはい、うん、ああいうのすごいいいと思うよでもなんか最近あの中古屋に行ってきたんですよ、うん、そしたらなんか中古屋にすごい有名なグラスウェアで鏡っていうのが日本にあるんですけど、うん、クリスタルでできてるグラスなんですよ、うん、でそれでジェイコブが鏡が2400円で売ってるって言って撮ったんですよ、うん、でそしたらなんか名前が彫られててなんかゴンベンに正しいって書かれてる名前が彫られててでなんか多分結婚式の引き出物かなっていう感じなんですよね。カスタマイズされてる、うん、すごい多分あれを結婚式で引き出物にしてグレイブするぐらいだってことは、うん、すごいウェディングをした人じゃないですか、うんうん、でそしてジェイコブがこれ見てお上等だなって僕は気にしないけどなって言った後に置き寄ったんですよ、うん、買わなかったんですよで、うん、なんで買わないのかあったらこれがウェディングだったら縁起が悪いから買わないって言ってやっぱ確かにねだから、うん、あれだなと思ったんですよこのカスタマイズされてるのって手放しにくいじゃないですか後々確かにだから、うん、このもらう側としてはカスタマイズされてるとちょっと大変だなとは思います、ね、まあ離婚する時とか大変だからねまあまあその時は想像もしないと思いますけど、うん、でもなんかこうどうしていいかわからないですね引き出物でもらったものがなんか翌年離婚とかなったらね確かにそれはあるなまあそこは考えながら送るものではないけれどもね確かにね、うん確かにタトゥーみたいなもんだよねあそうですよね、うん、確かに奥さんとか旦那さんの名前を入れるとかさ、うんうんうん、それは子供の名前だけにしとけって話だよねそうですね、うん、まあ縁が血がつながってますからね子供絶対切れないから子供は現実を帯びすぎてちょっと怖かったですね逆にね、うんうん、でしたということで、はい、すいませんそれがでもね、うん、ほらこれから6月だからさジューンブライドでしょ、うん、だからやっぱり、うん、あそうですアメリカでもねすごく結婚式たくさんある時期になってくるし、うんうん、日本でもそうかもしれないしだからこ の,、うん、あのギフトとかねいい話題だったんじゃなかろうかと思いますけど、うん、そうですね確かにその通りだ皆さん結婚式あげる人に末長い幸せが訪れますように、うん、いやいやもうそれは本当になるみちゃんとジェイコブにそのまんまの言葉を返しますって話だねありがとうございますはいズバッと切るぜしのぶとなるみの質問コーナーでは質問に移りたいと思います短い質問なので読み上げたいと思いますはい、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております何回も聞いてて学校でも外国人の友達にも紹介していますマジですかマジですか大丈夫かなそんな PR 部隊がそこにありがとうございますありがとうございます早速話題に入らせていただきたいのですが私は外国人の友達の概念についてお聞きしたいですと私は言語アプリで仲良くなったオーストラリア男性10彼女持ちの方と話が始め約2ヶ月ほどチャットだけのやり取りをし続けていました、うん、ですが2ヶ月ともなると話すトピックはなくなるしそのシーズンは忙しかったので今忙しくて返信あまりできなくなると伝え自然チャットを終わらせましたしかしチャットが終わって1週間後に相手から It's been a week so I thought I would check on youHope you're okay と連絡がありましたその後私が返信したところ My week was very quiet without you と返信がありました日本人の男性からそのようなことを言われたことはないし言うとしても好きな感情がないと言わないと思います、うん、このようなことを外国人は異性の友達に気軽に言うものなんでしょうかすごく気になっていたので質問させていただきましたということでこれ人によると思いますねそうですね人によりますね人によると思います My week was been very quiet without you、うん、私ね、うん、オフィスのね仲良く、まあ、なってる彼にあの、うん、オフィスで普通にねあの、うん、会うあの白人の男性の方ですよ、うん、あのに I miss you って言われたわけですよ、うんうんうん、でも 100% そこには何の感情も入ってないのがバッチリわかる、うん、自信があるそうですね確かに、うん、I miss you って感じで言う時もありますからね、うんうん、なんだ今日いると思ったのにみたいな、うん、今日いると思ってオフィスに来たのにって I miss you ってあの、うん、話したかったのにぐらいの勢い、うん、それはだから人によると思う、うんうん、だからかそうやって言ってえお前なんかちょっとダメでしょっていう人もいると思うし、うん、そうやって言われても全然
普通に Oh I miss you too って言える人もいるし、確かに、うん、だから本当これ、うん、だから一概に異性が言うからダメってものでもないとは思うけど、うーん、でも完璧にこう友達としてリレーションシップが確立してない異性からはちょっと気をつけた方がいいかもしれないよね。そうですね、確かに、うん、だから今回のこの彼が本当に友達としてあの、うん、彼は見てるのかって話だよね。確かに、うんうん、そうですね、ちょっと違う感情があったりする可能性もありますからね。まあ、my week was very quiet without you っていうのは確かに友達として言う時もあるのかもしれないですしね、うんうんうん、で本当にミスユーとまで来るとちょっとなんかこう顔を見て、あ、この人に気持ちはないなってちゃんと顔を見ないとわからない時ってあるじゃないですか。言葉で I miss you って結構強いというか重いですよね。友達としての確立がされてなければ、うん、なければ結構重い、多いなんけど、うん、確かに。だからその友達として本当に確立されてるかどうかだよね、うん、その彼と彼女が。確かに確かに、うん、まあ、フローティングしてたって言われたらしててこの感情になりますしね、確かに、うん、まあ、でも友達のラインギリギリぐらいじゃないですかこの言葉は、うんうん、まあ静かだったよね君がいないとっていうのは、まあ、確かにギリギリラインと思いません、ね、ギリギリラインだね、これ難しいね、ギリギリ、うんうん、これであの I missed you まで入ってきたら少しちょっと異性として見られてるのかなとは思いますけど、うん、うんうんうん、でも日本、うん、日本人男性とは違う愛情表現はあるとは思います、うん、日本人はそういうことを普通に言わないですからね、うん、なんかたまたまなんかジェイコブがやったファイナルファンタジー10っていうゲームがあるんですけど、うん、前にも話したと思うんですけど、うん、この英語バージョンは最後の言葉が I love you だったんですよ、この男の子のキャラクターが女の子のキャラクターに言う言葉が、うん、でも日本語はありがとうだったんですよ日本の、うん、そうありがとう I love you に訳されてたんですよね。あ、そう、うん、でも、うん、ありがとうってやっぱ日本人の愛情表現というか、ありがとうって最高峰じゃないですか、愛してるって言葉で使わないから、うん、と考えたらやっぱ日本の愛情表現と海外の愛情表現って全くもって違うから、こうやって簡単に白さんが言ったみたいに友達として言える人もいらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、なんかね、うん、私あの YouTube をあの編集するあの MacBook がエリカの MacBook なんだよね、うん、エリカの使ってるエリカが使ってた昔の MacBook なんですよね、うん、だからエリカ の, あのアカウントなんですよ、うん、だからテキストメッセージが入ってくるわけですよ私が編集してる時に、うん、で、うん、でもまあエリカもそれは知ってるから結構コアな人との会話はテキストブック以外でテキスト以外でやってるんだけど、うん、でも最近あの働き始めたバーのところあのバーテンダーしてるからエリカがね、うん、そこで多分ランダムに知り合ったお客さんかコアーカーかその辺聞かないから私も、うん、わかんないけど誰かが全く知らない人からこうテキストが入ってて今日働いてんの、うん、みたいな何時にいるの、うん、みたいな入ってて、うん、でエリカが何時何時か私は何時何時の今日シフトみたいな普通にエリカは会話してて、うん、でも、うん、なんとなく会話からこのこっち側の男の人はきっとエリカのことをよく思ってるんだなとよくわかるの。ああちょっと愛、うん、ちょっと好意があるんだなって、ね、ちょっとフラーティングチックなのね、うん、でもエリカはバスバス切ってるのよ普通にビジネスライクに。うん、でなんかの会話最後にこの最後ってこっち側の男の人が、うん、なんとかなんとかベイビーって言ったのね、うん、テキストで、はい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 、したらエリカが、うん、I'm not your baby 強っ強いな、そっから会話なし、あそうだ切りやがったみたいな。でもやっぱりそこまでいったらバシッと切るのも大事だよね、うん、そうですよ、まさにその通りです、ふざけるんじゃないと、うん、そんな会話はするつもりありませんっていうね、エリカの対応は正しい、だからちょっとこうやってね彼女がいるのにこういう風に言ってくる人の神経はちょっと気にしちょっとレッドフラグかも、うん、逆にね、そうね、やっぱ彼女がいるのに、まあ、そうだよね、だからレッドフラグかもなって聞きながら聞いてたらいいんじゃないのかな、うん、そうですね確かに、うん、ね、まあ、ちょっと気をつけてください、本当でございますね、はい、うん、気をつけて、あの、うん、友達、私は男女の友達成立しないと思ってるタイプなんで、あの私はこれ少しレッドフラグかなと思いますけど、あのさと
何ですか、誕生すると思ってますもんね、しおさんね。男女の関係は私は全然あると思ってますね。うん、だからまあそうちょっと気をつけながら、ね、でもレアだけどね、すっごくあの、うん、コアな人というか本当にこう数人だと思うよ、うん、本当にこう性を超えて親友になれるのって。そうですね、確かに、うんうん、ぜひ気をつけてください。はい、気をつけてくださいっていう質問ではなくて、気をつけてくださいではなくてね、まあ、ウォッチだね、ウォッチしましょうって感じだよね。そうですね、うん、まあ、海外の人の恋愛関係はちょっと全然違いますからね、うん、ウォッチしましょうって、ね、でも本当にお友達って思ってくれてる場合もあるだろうし、まさにあの、うん、全然彼がちょっとフラーティングなのかもしれないし、うん、それは本当にこの書いてくれてる方が彼のことをどれぐらい知ってるのかによると思いますけどね。確かに人間性とかさ、うん、わかりました、うん、私もジェイコブに聞いておきますんで、はい、あのジェイコブに聞いた感想をちょっとツイッター投げておきますんで、はい、よろしくお願いします。皆さんもしあのアメリカ人からしたらこの言葉どうなのかっていうのが気になる方はツイッター、うん、ドコアメのツイッター見てください。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん良い週末を、はい、違いましたね、ウィークを。はい、質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。 Thank you so much for listening. I hope you are having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next episode. Bye. Bye.